よしよし、いっぱい食べたね。こっちは外に出る道よ。危ないから一人で出て行かないことね。またおやつかい？見ねえ顔だな。用がないならよそへ行ってくれ。見ねえ顔だな。用がないならよそへ行ってくれ。あんた新顔だな。ここは牢屋だ。やましいことがあるやつにしか縁のない場所さ。洗い場の修繕をしてくれたんだってな。ほんと助かったぜ。いいってことよ。それが大工の仕事さ。そろそろ新しい剣が欲しいんだ。ブラックソーンに相談してみたらどう？おう、君は新入りかね。ここでは植物の研究をしているのだよ。黒の一帯で植物を育てる技術があれば隠れ家で自給自足できるからな。その頬の印、あなたもベアラーなのか。生まれながらの奴隷だなんて。ベアラーが一体何をしたというんだろうな。苦しい。この薬を飲めばきっと楽になります。この果物酸っぱくてやだな。贅沢言わないの。あのベアラー兵、新入りかしら？いかにも戦帰りって感じだな。うちの大将はいつも大忙しだな。たまには酒に付き合ってほしいもんだ。雷鳴がとどろき定めを知る。鎖を解かれし男は行く。やあ、僕の歌はどうだい？また聞きに来てくれよ。なんだい？赤字の帳簿なんて見ても面白くないぜ。おうおう、なるほどの。そうだ、暮らしはもうたくさん。
さて、あとはシドの部屋の片付けだな。ちょっとした仕掛けを考えてるんだが、こいつがなかなかうまくいかなくてな。さて、クライブ・ロズフィールド、お前あそこで何をしてた？ザンブレク広告軍のベアラーなんだろう。だとしたら、戦場の混乱に乗じたドミナント暗殺、おおよそそんなところか。殺そうとして気づいた。なぜ彼女が。それであの子を助けるために仲間を切って一緒に逃げようとしたか。ベアラーが任務を放棄すりゃ極刑と決まってる。逃げたところでその刻印だ。いずれは軍の耳にも入るだろう。大した冷楽ぶりだな、ロズフィールド卿。客への礼儀ってやつさ。ジルをどうするつもりだ。どうもしない。自分の意志で生きてくれりゃいい。利用する気ならもっとうまくやってる。保護してるだけさ。ドミナントやベアラーたちをな。だがこんなことしてりゃ国から目をつけられちまう。ここの連中を守るために一人でも多くの腕利きが必要でね。力を貸してくれないか、クライブ。シドだったな。彼女のことを任せていいか。弟の敵を討つまでは何も考えられない。仇？もう一体の火の召喚獣、それを狩るドミナントを探している。火の召喚獣に二体目がいた。噂は事実だってのか。あの日俺は弟に生かされた。だから泥水をすすってでも生きてきた。弟のジョシアの仇を討つためだけに生きてきたんだ。奴らの監視から逃れることができた。今しかない。これがきっと最後の機会だろう。最後の。ならもう少し付き合え。仲間にはなれない。最後まで聞け。ザンブレクのロストウィングという村にコートから逃れたベアラーたちが集まってる。そこに火のドミナントらしき奴がいると知らせがあった。本当か？どうだ、付き合うか？仇が見つかるまでだ。支度を急げよ。大広間に行きゃ誰かいるだろう。手を貸してもらえ。いいな。大広間なら下の階だ。ほら、支度してこい。
あんた、シドが連れてきた。確かグズと言ったな。これから外へ出る。支度をできる場所はあるか。ばあさんの店と火事場があるよ。ばあさんは取り込み中だし、火事場が先だね。この奥にあるから。火事場か、行ってみよう。待って、これを持っていくといいよ。鍛冶師のブラックソーンはお酒が大好きなんだ。多分これで話を聞いてくれる。鍛冶場はこの奥にあるんだ。見ればすぐ分かるよ。その品は奥へ運んどいてくれるかい。はい、分かりました、カロンさん。一仕事したら飲みに行こう。いいね、あんたら片付けちまおうぜ。あんたがブラックソーンか。だったらなんだ。用がないならさっさと失せろ。シドとロストウィングに向かう。その前に装備を整えたい。知らねえ野郎のためになんだって俺が働かなきゃならん。そういうことか。届け物だ。なるほど、あいつの入れ知恵だな。仕方ない、人肌脱いでやるか。どれ、ザンブレクのベアラーヘってのは相も変わらずひどい装備をしてやがる。まあ今日だけは特別だ。ありものでこしらえてやるよ。こいつは酒の打賃だ。次回から素材はてめえで持ってこい。オンに切る。シドに振り回されんよう、せいぜい頑張んな。分かったか。何を作る？またな。魔法がなけりゃ手を動かせってな。シードはいい。助かったよ、装備が整った。そう、よかった。着いたぞ、もう少しだ。
おい、その辺を開けてくれ。やれ、今日も怪我人が絶えないな。誰か手が空いてるやつ、水を持ってきてくれ。お、俺が行くよ。あっちをお願い、水を汲んでくるから。おい、待て。まったく、なんだって言うんだ。彼らはザンブレクのベアラーを保護したのさ。主が代わってひどい扱いを受けていたようだ。こいつは治療が必要だな。すまんが、タルヤを呼んできてもらえるか。上の階の医務室にいる。頼む、急いでくれ。タルヤ、あの医者のことか。医務室はそこから上の階に上がってすぐだ。頼む、急いでくれ。あら、お見舞いなら別の機会にどうぞ。彼女眠ってるから。いや、あんたを呼びに来た。保護したベアラーを見てもらいたいそうだ。患者はどこ？ああ、下の広間に。これで大丈夫ね。患者を医務室に運んで。今日は大忙しだわ。ありがとうよ。ベアラーを保護するときはいつも怪我人が。今回はまだうまく助けられた方さ。もっとひどい時もある。お前さんか、シドが連れてきたのは。俺はオットーだ。ここのことなら何でも聞いてくれ。出かける支度をしている。あとは道具を揃えるだけだ。ならカローンばあさんだな。声をかけてみろ。ああ、そうする。助かったぜ。礼はまた今度。ここに居つくつもりはない。礼は不要だ。そう言うなよ。助けられりゃ恩に報いるってのがここの流儀なんでね。大広間の方、騒がしかったわね。保護したベアラーが怪我してたみたいよ。さっきは助かったよ。礼はまた今度な。なんだい、赤字の帳簿なんて見ても面白くないぜ。あんた新入りだな。いいところに来てくれた。厨房が忙しくて手が足らなくてな。ちょっとテーブルまで料理を運んでもらえないか。もちろん
ただでとは言わないさ。ダチンにその箱の中身をくれてやるからよ。いいだろう。助かるよ。あんたの名は？クライブだ。よろしくな、クライブ。俺はケネス。厨房の一切を取り仕切ってる。さて、運んでほしい料理は3皿だ。どれも出来たてで熱いから気をつけろよ。温かい料理か。久しく口にしてなかったな。食事を持ってきた。お、もうできたのか。うまそうだ。ありがとうよ。あんた新入りだろ。早速ケネスのやつにこき使われてるんだな。報酬はもらうさ。精が出るこった。頑張れよ新入り。ここも賑やかになったもんだ。昔は人も少なくて静かだったんだぜ。もう部屋に戻っちまった。付き合い悪いね。あんたの分の料理だ。わざわざ運んでくれたのかい。歩くのが辛いから助かるよ。前の主人に散々働かされて足を痛めてしまってね。でもここはこんな私でも受け入れてくれる。本当にありがたく思っているよ。前の主人に捨てられたところをシドが助けてくれたんだ。ここに来ることができて本当に良かった。大将はいつも大忙しだな。たまには酒に付き合ってほしいもんだ。なるほど、畑仕事にはこんなものまで。おい、食事だ。ああ、読み終わったら食べるよ。ここのみんなの力になりたくてね。今はとにかく役に立つ知識を得たいんだ。早く食べないと冷めるぞ。分かったよ、ありがとう。全て運んだな。ケネスのところへ戻ろう。お主は見ない顔だな。新入りかね。クライブだ。はじめまして、クライブ。わしの名はハルポクラテスニセイヒペルボレイオス。ハルポ。ハルポクラテスニセイヒペルボレイオス。あは、正しく呼べる者がおらぬのでな、皆からは語り部と呼ばれているよ。わしはバリスゼアの歴史と習俗に興味があっての、あらゆる知識を収集し書き留めておるのだ。しかしここでは得られる知識も限られる。仕事のいとまにでも世の中の様子を教えてくれるとありがたい。その時はこのハルポクラテスの備忘録にしたため、いつでも閲覧できるようにしておこう。わしかね。そんなある日だ。新たな視点を得られた気がするぞ。知識の積み重ねがやがて大きなものとなる。これまでのお主の話をまとめているぞ。
知りたいことがあったらおいで。なるほど。これもヒーローですか。ダルメキアと鉄王国の戦は凄まじく。シードのやつ、もう部屋に戻っちまった。付き合い悪い。おお、運び終わったか。ありがとうよ。料理を運んだ先の客は全てベアラーだった。ここではベアラーが人と同じように暮らしているのか。ああ、そうさ。この隠れ家はそういう場所だからな。ベアラーってのは外では奴隷みたいに扱われる。自分から話すことも飯を食うこともできない。もちろん温かい飯なんてありえねえ。でもこの隠れ家じゃ自分の意思で話して自分の意思で飯が食えるんだ。それだけでもここに来た甲斐があるってもんだろ。さて、約束通り打賃を渡そう。そこの箱の中身を持っていくといい。今後ともよろしくな、クライブ。